はい、もうちょっと喋ってください。フィリピンね、若者が中心の、エスペラント連盟あるわけですね。はい、連盟でなくてフィリピン、青年エスペラント協会ですね、日本語で言うたら。だから、そこは、割と若い者が中心ですね。そうですね。そのね、私のことをおばあちゃんと言うてるね、アルベルトというのがね、いてね、そのアルベルトが5年前かな、日本に来て私と仲良くなったんだけど、それが頑張って自分の行ってる大学にエスペラントクラブ作って、そしてどんどんなんか若い人増えてんですね。で、10代と20代のがほとんどだけど、一番年上の人で30何歳ぐらいですね。あとみんな若いですね。なんか確か、飛び級したと。アルベト自身は賢くて、なんか3年ぐらい飛び級して、今21歳だけど、もう大学院の上の方かな。日本だったら21歳いたらまだ大学生ですよね。それがまだ3年ぐらい飛び級して21歳で、なんかすごいですね。賢いんですよ。エスペラントでもですね、フィリピンとか、それからインドネシア、島が多いってことは、なかなか、集めるのは難しい、集まるのは。そう。でもインターネット、スマホなんかのおかげで、連絡取りやすい面もあれば、顔と顔を合わすのは、実際合わすのがお金がかかるという話は、容易に想像できますね。そうですね。だから島から島へ行くのを飛行機で行くと高いしね、船で行くと時間かかるし、だからみんなそのネットを利用して、あれですね、インドネシアでもフィリピンでもいろいろと連絡取り合ってますね。だから、まあ、昔と違ってね、実際に会うのが一番ですけれどもね、会えなくてもネットを利用してからね、いろいろとやっててね、まあね、昔だったらね、何でも直接手紙書く、直接会うというのが普通でしたけど、今ネットのおかげでいろいろと知り合って、またね、楽しいですね、便利はい、ね。では、まとめていってください。どうぞ。Yes。フィリピンによ、estas multaj junaj esperantistoj。En la komenco estis nur unu, du, tri esperantistoj junaj, tamen nun kiom pli kaj pli multiĝas junaj esperantistoj, kaj laŭ mia scio ĉiu estas de kelkaj aŭ du de kelkaj jaraj junuloj. Plej maljuna estas 30 kvar kvin jara, do preskaŭ ĉiuj estas junaj esperantistoj. Inter ili Alberto Garrido estas kiel diri plej bona movadisto, kaj en la venonta jaro en la en aprilo filipina la unua filipina junulara kongreso okazos en Manilo, kaj li nun aktivas tre multe, kaj li invitas ĉiujn, eĉ ne junulojn, sed eĉ maljunulojn, venu li tiel publike, ĉu ne, anoncas tiel. で、行く予定なんですか？Mi tre deziras, ĉar tiu Alberto nomas min avino, mia avino. Vere, li estas tre aminda kaj tre saĝa, mi tre ŝatas lin. Do, mi esperas ke mi se mi fartas bone, mi partoprenos en la filipina junulara kongreso kun mia edzo Minoru. Jes. アーボ、アビーのおじいちゃんですか？はい、アーボおじいちゃん、アビーのおばあちゃん。リノーマスミン、ヤパーナアビーの、日本のおばあちゃんと呼んでくれます。そこで何をするんですか？オークションとかするんですか？そうですね。なんかプログラムにね、なんか貢献してほしいというんであればね、例えばオークションね、エスペラントグッズで、オークションして、その収入をフィリピンエスペラント、フィリピン青年エスペラント協会に寄付することもできるし、あるいは文化会で、あれですね、アジアのエスペラント運動文化会とか、いろいろ文化会いくらでもできますので、協力したいですね。エスペラント。